赤星赤崎せよ赤星マシマシチェリートゥイーイよしよしよしさあ、マシモリエの藤岡倉一号店のですね、はい、2回目です。すごいね。2回目もう一度ちょっと宇治に行くことがあったので、予告をしておりましたが、もう一杯、食べさせていただいております。なるほど、ね、後日でございますけれども、すいません、同じ写真を使いましたということですいません。ちょっとね、実はこの日ですね、 JR 小倉駅ね、もう一つ小倉駅というのもあって、 JR がついてる方からちょっと遠回りに気をつけてください。間違えちゃったんで、ということでね、同じようにメニューはこのようになっておりますが、はい、今回、まあ、お店の方からちょっとおすすめしていただいたメニューというのがですね、こちらになります。タンタン混ぜ野郎という商品。タンタン混ぜ野郎。タンタン混ぜ野郎。これはうまそうです。これそうなんですよ。期間限定だったものがレギュラーメニューになるんで、ちょっとぜひとも食べてくださいということでね、言っちゃいました。そんな感じだったらね、おすすめ商品いっちゃいますよね。こちらがタンタン混ぜ野郎。辛さの調味料だけじゃなく肉味噌もこう入ってるんで、ね、肉味噌これはうまいですよね。これマシマシにしてますが、もちろん別皿でこうこういう風に二郎系の、まあ、トッピングも出てくる。あ、なるほど。そう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 、組み合わせて。ただトワッと登場インチキおじさん、インチキおじさん、インチキおじさんにしか言わないですよ。じゃそれ以外の二度目どこだったかなと思ってね、ということで早速油野菜から食っていきますが、そっちから行くんですね。まあ、やっぱりね、この油、これラーメン屋のおさんの武器ですよね。これね、非常に美味しいおばんざいね、京都風に言っていますけど、おばんざいなんていうのも、ね、色がついてる油ね。そう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 、別皿野菜が先になくなってしまうように、ね、そしてお山の頂上、たっぷりのネギ、唐辛子、肉味噌が乗っかっております。赤いね。まあさすがにしっかりと混ぜてですね、お野菜を引き出していくんですね。一つずつは食べないということでね、いきなり混ぜていきますけども、あ、いったよ。お、辛いっていうことでね、やっぱ辛いんだ。いや辛いっすよ、本当に。こう目上げるともう溶鉱炉の中からあのターミネーターこう、うーんって、わかります？いや、沈んでくのよ。あ、逆なんじゃん。それをもう、もう引っ張り上げるようなもう粘土、ね、ダメよ、その粘土よ。どういう状況なんすか？すごい、たとえ、下手だな。ちゃんと入念にテロップ出しといて。あ、そうですね。間違える。写真が使えないんでね、ターミネーター。すいません。いや、使わなくていいよ。もっとわかんなくなるから。ちょっとね、引っ張っちゃいましたけども、もちもちの麺にですね、油の粘土、そして肉味噌のジューシー感、ヘビー級です。ね、いつもあまり僕はね混ぜないんですけども、うん、むしろ混ぜないと美味しさが伝わらないということで、なるほど、ね、ぜひね最初からいっちゃってください。なるほど、はい。で、まあ、肉味噌の甘辛さね、唐辛子うまいですね。これね、これは僕なかなかあまり頼まないんでね、おかゆくらい食べましたけど非常に美味しい。あ、ニンニクを追加して、やっぱりね食べようにかかりますので、まあ、今回は一振りだけにしましたけども、まあニンニクがこの麺に絡みつくんだよね、やっぱりね、これでちょっとね、こう、ギンってきます。クラクラ。まあ、味変して、もうね。まあ、序盤からね、投入してるネギと相性がいいので、最初から入れても結構いいかもしれない。ニンニクについては。そして、お酢ですよね。やっぱね、油そば系といえば、ね、大さじ1杯だけを、よし、入れていきます。ね、これ人によってはですね、麺のギトギト感、これ辛くな、辛くなってくるかもしれないんですけども、お酢の方からさっぱり解消ね。辛いっていう字と辛いっていう字同じ読み方だから、自分でさ、はい、入れて読み間違えるのやめよう。どっちかなと思ってね、自分が分かってるんだからね、まあ、肉のさ、もやしのシャキッとかね、オリジナル味付け、もうこれは独創的なうまさですね。レギュラーメニューありがとうございます、うん、ね、いつでも食えるよということで、そしてなんとわ最後に無料の締めライスもあるんですね。ライスまで簡単ライス作っていきましょう。いいよね、これ無料で付いてんだよ。だってすごい、僕あの辛いメニュー、そしてご飯もあんまり頼まないんで、これ激レア映像ですよこれ。あー、マシマシ TV 的に。そうだよ、これなかなかないよ、これはよく見てください、本当にね。えさあ作って、一口、うまい。ここまでのタレと肉、味噌の甘み、これご飯とも結婚しました。もう丼の中のフライダル、おめでとうございます、ね、もっといこう。ごちそうさまです。ということでね、あら、ごちそうさま。まだいけたよ。いやー、まだいけたかね、まだいけたか。セプテンバーブライドね、あー、いけるいける、やっちゃいました。まだいけるよ、ね、マシマシレベルは 85.9 ということでね、うん、いっぱいね、まあ、1日目よりも若干少なくなったのは、まあ、ニンニク量とか豚の量がちょっとこっちが少ない、なるほど、ね、平均的には少なくなっちゃいましたよ、うん、辛さ度があったらもうちょっと、ね、本当にぐらいよ、95
怖い。相当辛いだそれ。ジジ怖い。あのこれカットしまくっちゃったけど、めちゃくちゃお水飲んでるんだから本当に。あ辛い。水飲んじゃダメなのよ辛い時。え？そうなんですか。本当に逆に辛くなっちゃう。あれ辛さ、いや初心者なんで。それで体感90も。ああそういうこと。あじゃあ80代と。いやなんだそれ。めっちゃ減るじゃん。ちょっとそこは皆さんもちょっと試してみてください。ね、はい、ということでね、ラーメン屋さん2回もいただいちゃいました。ちょっとすごいね、撮影したのでありがとうございました。ごちそうさまでございます。ありがとうございました。うすうすうす